か忘れていった。こんな香川の土下座よ。ちょっと喋るだけで諦めきれぬ人。そうよ、他と同じ。ただのセクハラ親父で。あの日しゃれたクラブ。目の前に座らせて触れただけ、もんで乳触る、絡まないのがルールだけど、やらかすこともホステスにキスをさせる、取ってブラ回す、嗅いでみんなで恐怖、夜だけのパワハラス。